こんにちは、すしのこです。さあ、ドラゴンクエストモンスターズ上界、某上界じゃねえや、モンスターズ3続きやっていきましょう。新しいトラベライトをね、もらったのを捧げます。さあ、どうなるでしょう。新たな場所へ行けるようになりました。今度は踊りなしか、踊り割愛行きましたね。どんな場所なんでしょうか。覇王城の魔界とはてなはてなに行きます。次はどんな場所ですか。結構遊ばしてくれますね。ん、来たのかな。黄色。今度新しい魔界に行き、魔界よ。ロザリーちゃんついてきてた。待っておったぞ。すこぶる強くなったみたいじゃの。そうですかね。だがピサの子よ、お前もモンスターをさらに強くする配合について。それですよ、知りたかったの。でも天の弱だからいいえ。なんと、すでに知っておったか。そう、配合とは2匹のモンスターを掛け合わせ、より強いモンスターを生む神聖な儀式じゃ。この塔の地下にある。では待っておるぞ。この塔の地下ってことは、え、この作ったとこの下でやってくれるってこと。ちょ、行ってみよう。気になるやつ。でもレベル10以上じゃなかったっけ。今宝箱見えた。僕は見逃さないよ、こういうの。100、うん、モンスターの糞。おお、ほほー、これですか。さて、今日は何の妖怪の配合できる、できる。ほら、やっぱりレベル10にならなきゃ配合できないでしょ。簡単にはさせてもらえないようだ。なんか煉獄峠の魔界初級。煉獄峠だったようです。うわー、暑いね。暑いな。そっちはあのミニスカートだけいいけど、こっちはいっぱい着てるから。凄まじい熱気ですね。大丈夫、なんかあのポーっとしてない。名を挙げればこのエリアの魔物が仲間になりやすくなるんでしたね。まずは住んでいる方にお話を聞いてみましょう。ね、もう空からめちゃめちゃ降ってきてんじゃん。あちゃあちゃあちゃ。火の粉が降ってきとる。おお、シャドウとかいるじゃん。わあ、メラメラメラ、いたずらモグラが、小弓スライムまでいるじゃねえか。すごい。わあわあ、出てきた。下から出てきた。こっちでいいのかな。なんかすげえでかいね。結構でかいぞ、全部。スライムベス。何ですかこれ。あ、やべ。ホイミスライム仲間にして。うわー、仲間しづら。16%ですよね。よし。おお、結構レベル上がるね、一気に。なんだここ、ここは。岩山の村ガンドラ。へえ。おお、こんなところにまた客が来るなんてな。ガンドラだ。今厄介な問題が起こっててな。マスカルの話を聞いてやってくれ。これはこれ何屋さん。ゴールド銀行か。ヒートギズモじゃないのこれ。あら、ドルイド。ドルイドじゃない、なんだっけこれ。道具屋さん。ああ、すごい、めっちゃ動く。うねうね動きすぎでしょ。爆弾岩じゃねえか。やだな、こんなとこへ休みたくない。小さなメダルねえかな。ほうほう、目覚めの針。
さあどこで話を聞けと。これは何でしょう。ドロヌーバ。突然山からマグマが流れてきて、ここらの土地を別れ離れしちゃったんだ。マグマの向こうに取り残されてんだよ。こう絶対なんかある。何にもなかった。マジかよマジっすか。絶対あるような感じに見せといてないっていう。井戸もなんかある。お、来い、うん、モンスターのうんちだけかよあんの。お、なんか守ってる。おい、あれ取れない。あ、一体どうすればいいのだ息子よ。どうしました。なんだお前たちは、こんなところに何しに来た。なんだと。ちょっと用があってね。この辺りの魔物を仲間にしたい。だったら俺の頼みを聞いてくれ。ほう。俺はマスカル、お前はそうか、頼む、俺の息子を助けてくれ。名前呼んでくれよ。一体何があったのですか。実は山からマグマがドワーッと流れてきて、この辺の陸地を分断しちまった。うん。それでちょうど遠出してた息子がマグマの向こうに取り残されてしまったんだ。それはちょっとかわいそうだな。それはお気の毒に。それもこれも遠流三兄弟の末弟のアルーガがマグマをせき止める烈火の門を開けたせいだ。なるほど。やつはこの辺りの支配者だ。やつを倒せばお前の名は知れ渡って仲間を集めやすくなる。だからついでに門を閉めてくれないか。俺からはこんなもんしか用意できんが。なんだ。あれない、ないぞ。緑の魔石がなくなってる。緑の魔石。緑の魔石、移動できるやつか。おかしいな。まあ戻ってくるまでに見つけ出しておくから、息子を助けてくれ。いいだろう。おお、ありがとう。どうか洞窟の奥にある烈火の門を閉めてきてくれ。頼んだぞ。烈火の門を閉めると。なるほど。こっちは何があるんだ。ちょっと前に村に人間が来てたんだ。珍しいよな。道具屋の裏でゴソゴソしてたけど何やってたんだろうな。ほう、道具屋の裏でゴソゴソ。なんかすごい脇道がいっぱいあるね。ふーん。僕がマグマ渡れないのかって、ドロドロ溶けちゃうよ。お、なんだ。お、小さなメダル、やった、2つ目手に入れました。えい、道具屋の裏でゴソゴソしてた。なんかある道具屋の裏、ここなんかある。なんもないが。道具屋の裏でゴソゴソ。これもう見たもんな。よし、じゃあちょっと行ってみますか。こっちだよね。どっち行ったら正解なんだ。こっち行ってみるか。おお、ドラゴンが当選もしてるんじゃないこれ。やばいね、ドラゴンがいるよ。あら、いたずらモグラの集団が。あっちはドラゴンがいる。とんでもねえな、はい、おお、乗れた。いける。ほう、よし、いけた。
ここでビューンとはいけないんだな。あれ別にここ上行かなくてもいいんじゃない。おーすごいすごい、そう宝箱があったわ。え、小さなメダル3つ目やった。こんなところに小さなメダル、へー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 、ほらドーン、上から降りてきてやったぜ。こっちを大回りして上行けばいいのかな。うわやばそうなのがいっぱい。ここですか。Thank you for playing! まさかの突然訪れる Thank you for playing! おいちょっと待て、製品版では体験版で仲間にしたモンスターを引き継げたり、体験版プレイ特典、冒険の続きセットがもらえたりします。なるほど、ちょっと待ってちょっと待ってちょっと待て突然終わるのびっくりしたなるほどな。じゃあちょっと合成ぐらいはやりたいかな。お、こんなところに宝箱。素早さの指輪、え、めちゃめちゃいいじゃん。何それ、アクセサリーつけれるんだ。へえ、いいね。よし、みんなレベル10になりましたね。これで多分合成じゃない配合できるんじゃないかな。よし、さあ誰にしようかな。さあ配合できるやつはこんだけいるね。僕強いと思ってるのがこのフェアリードラゴンが多分ね、なかなか強くなれるんじゃないかなとは思ってるんだが、あ、特殊な組み合わせ、はい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 、なるほど。あー、そうでもないそうでもないな、うーん、そうでもないなちょっと待って、じゃあ花巻ドラゴンは、あー、そうでもないなそうでもないな俺。んー、はい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 、あんまりやな。あー、ここら辺いいね、はいはいはい、かわいいのいる、かわいいのいるな。はい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 、そうか、誰になるかわかんない感じか。ふむふむふむ、赤は何だろう、強いってこと。結構などれとどれで何になるかとかわかんないんだ。そんな感じですね多分ね。あ、いいな、ベビーパンサー、ベビーパンサーめちゃくちゃいいじゃん。へえ、はいはいはい、スライムドラゴがちょっと一番いいかも。はい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 、へえ、あー、なるほど、持ってるやつになったらちょっと悲しいね。あれか、なんだろう、遭遇してないやつが赤色になるのかな。金色がまあ特別モンスターって感じで、じゃあガチャやりますか、せっかくなんでね。これだけ、ここだけだね。よし、やってみようか。あ、これ選べるってこと。 G で F、 ドラゴスライム決定。あ、いいねいいね、息吹、なるほど、妖精、スラフォース、ふんふんふん、3つ、息吹、ホイミギラ、妖精、あー、ヤシの雨か、すごい、 MP 半分、すごいね。スラフォース、デイン、
途中までなんだよね、いいのはね。ギラ強いけど、悩ましいな。スラフォース電撃ガードかな。よし、配合してみよう。ガチャではなくちゃんと選んだポケモン、またポケモンつ選んだモンスターになるんですね。ヨガスライムになりました。はいはいはい。あー、いいじゃんいいじゃんいいじゃん。これ今ドラゴンスライムね、1個上のやつだと思うんだけど、 F ランク F だっけ。やっぱドラゴンスライムに配合するとなかなかいいモンスターが生まれますな。はい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 。ああ、いいね。ちょっと楽しみっすね、これは。ベビーパンサーいいね。ベビーパンサー作るか。普通に。もじゃの子。獣道、魔人斬り。あ、いいっすね。バギ。攻撃力アップの方かな。よし、配合しよう。もう気軽に配合していくっていう。ででん、ベビーパンサーいいじゃん。あ、特別な強さを持っている時はキラキラした光が現れます。だってベビーの子、の子を受け継ぐものね。の子を受け継ぐものだから、これは。さあ、ベビーパンサーはどっちだった。ランク F でした。ちょっと見てなかった。あー、ランク G のまんまか。はい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 。あんま変わんないね。なるほど。はいいじゃん。なんかこれ左の雪だるまみたいなやつ何。ちょっと待って。なんか左なんかむげてる。バナナがむけたみたいになってるけど。まあ今あんまり、あんまりでしたね。もうちょっとやっぱモンスターをゲットしないと配合はね、自由ではないですっていう感じで。はい、ということで結構ね、あの体験版の時点で、まあ、ドラゴンも出てたし、あれもね時間がかかるかもしれないけど仲間にできると思いますし、結構体験版じっくり遊べば多分5時間以上遊べるんじゃないかなこれ。配合もできるしね。今しゃっくり出ちゃった。はい、ということで今回はですね、ドラゴンクエストモンスター体験もやってみた見ましたけど、結構やっぱ楽しかったですね。もっともっと多分、本編の方ではね、あのいろんな、モンスターが生まれるんだと思います。すごいモンスターいっぱい出てくるんだろうな、またな。インフレするんだろうな。ちょっと楽しみでもあります。ということで、よかったらまた次回も見てください。それでは、土の子でした。最後まで動画を見てくれてありがとう。おすすめ動画もよかったら見てね。チャンネル登録まだの人は登録もお願い。ゲーム以外の動画は実写チャンネルに投稿してるよ。遊びに来てね。